者排除へのご協力、誠にありがとうございます。コレクションドロイドを見つけて、ルート検索機能を起動すればそれで完了です。あの辺りは危険です。安全確保のため、あなたに武器とアバターのデータ権限を付与するよう、ハガードに申請します。ついっ。データベースに接続しました。ハガードアバターデータベースに接続し、データ移行権限をリクエストしています。ハガードアバターデータベースの移行権限が承認、ハガードアバターデータベースの移行権限が承認されました。最新作です。必ずや戦闘の役に立つでしょう。ハガードが開発したアバターシステムは、対象となる人物の人格行動モデルを AI データに変換し、それをデータベース内の特定のユニットに保存するというものです。 AI は元の人格や記憶の一部を保持し、ユニットを使用する利用者の戦闘をアシストします。その機能を有効活用して、一刻も早くコレクションドロイドを連れ戻してください。ねえ、危険な目に遭ってない？急に連絡が取れなくなったから。電源は持ったけど、リトルウィリーの件が片付いてから戻るわ。うん、気をつけてね。第三世代アバター武装システムへようこそ。私たちの中央データベースには、精鋭戦闘員たちの戦闘記録と武器で独立データモジュールとしてパッケージ済みです。データを呼び出せます。システムが自動で兵隊や戦闘記憶を複雑な戦闘環境に適用できるのをお手伝いし、新たな旅に出るの？私も行く。スタンバイモード、全地形スキャンプログラム起動、ルート作成中。スタンバイモード。
全地形スキャンプログラム起動。ルート作成中。スタンバイモード。全地形スキャンプログラム起動。ルート作成中。コレクションドロイドが戻っています。感謝します。危ない目に遭わなかった？電源が壊れてるかも。きっと大丈夫。次は私がこのオンボロを修理する番ね。そうそう、長旅でお腹空いたでしょ。フランツさんの作った料理が残ってるの、先に食べてて。食材を鍋の中に入れると美味しい料理になるよ。味見してみる？私食いしん坊だけど、今はさすがにダメだよね。急に雨が降り出したから急がなきゃ。見て、デコンストラクターの電源交換が終わったよ。だけど、正常に動いてるようには見えないわね。どこが問題かは分かってる。さっき検査した時、内部の投射装置が壊れてるのを見つけたの。でも解決方法ならある。あそこに水の核体があるでしょ。あれをレンズの代わりにすればいいの。うん、じゃあ取りに行ってくるね。水核体は神経質なの。脅かさないようにゆっくり近づいて。もう少しこっち。そうそう、こう。よし、成功よ。うまくいった。うわあ、見て見て、これが本当の姿なの。中を見てみない？危険すぎるわ。平気平気。ここは危険だと前にも言ったはずだぞ。手伝おうと思っただけなの。手伝い？面倒を増やすだけだ。でも私。でもじゃない、すぐ戻るんだ。今後は俺の許可なしに。私シャリー、すまない、シャーリーのやつ。そう落ち込むなって。ただの兄弟喧嘩だろ。でも君たち二人が修理してくれたおかげで俺は随分手間が省けた。なあジーク、シャーリーは君が思ってるよりずっと優秀だよ。あの子をもう少し自由にさせてやってもいいんじゃないか。ああ、あいつとよく話し合ってみるよ。
シャーリーは今頭に血が上ってるから落ち着くのを待った方がいい。なんなら先に若者同士で話をさせたらどうかな。そうだな。さっきは俺もきつく言いすぎた。今はあいつも俺の顔なんて見たくないだろう。悪いがシャーリーの様子を見てやってくれないか。雨に濡れて冷えるといけない。わかったわ、任せて。待ってる。わがまま言ってまたお兄ちゃんを怒らせちゃった。雨が止んだらジークに謝りに行こう。なんだか怖い。お兄ちゃんきっと怒ってるよね。やっ、付き合ってくれてありがとう。じゃあ行こっか。機嫌は治ったか？お兄ちゃん、あのね。お前ももう立派な大人だ。そろそろ自分の道を選ぶ時が来たのかもしれないな。自分の道？はあ、フランツの言う通りだ。シャーリー、大人としてお前には自分の道を決める権利がある。私、お兄ちゃんみたいになりたい。シェルターの役に立ちたいの。こういう暮らしは大変だぞ。平気だよ。この先どうなるかくらい分かってる。お前はまだ何も分かっちゃいない。だがこれから嫌というほど現実を思い知らされることになるだろう。でも私頑張るから。何の音？気をつけろ。一体何が起こったの？あれは憎たらしいアベンジャパウル、警報システムが故障したのか。強力な電子干渉を検知した。こいつら用意周到だ。やっ、いや、みんなを安全な場所へ。カイナ、シャーリーに気をつけてください。ゼビー、シャーリーと上部デッキ。はい、いやよ。私もみんなを守る。中央制御台で眠ったままのオムニアム衛兵を戦場に投入するんだ。時間がない。俺たちが敵を食い止める。
お前とシャーリーはオムニアム衛兵の加勢を。コンソールはこの上よ。来て。すごいだろ。俺が丹精込めて整備したんだ。撤退し始めたわ。橋を守れ。待ってろよ。ベツレヘム号の守りは万全だ。だが今ラベンジャーどもが退去してシェルターの正門に向かっている。大橋を抜けてラベンジャーどもを一人残らず追い払うぞ。入り口のバリアが壊れているぞ。防御数がどんどん増えてるわ。楽観はできない。サプレッサーの限界を無視してシールドを開いたことで体に過剰な負荷がかかった。臓器と大脳に損傷があるかもしれない。私が怪我の状態を確かめるまではむやみにシャーリーの体を動かさないで。シャーリーは大丈夫だよな。手は尽くす。ジーク、奴らはまだ完全に撤退したわけじゃない。引き返してこないといいけど。ジーク、ラベンジャーの方は私に任せて。頼む。滑走路へ急げ。武装クレーンを用意してある。いるか確かめてくるわ。
Thank you.